この勇気が最も武士道的な本当の勇気だとわかる。思うわけ。ここがもう大好き。社長。おう。先日上げたショート動画で、はい、秋山義振を取り上げたところ、うん、ぜひロング動画でも取り上げてほしいということで、はい、ご要望いただきまして、だから用意したんだ今。はい、うん、今日は撮らせていただきたいと思います。これが秋山義振だ、はい、うん、ちっちゃい毎日語ってんだよ。社長大好きでいらっしゃいますよね。当然だよ、もうすごい好きだよ。坂の上の雲を読んで以来ね、はい、ずっと好きだよ。坂の上の雲初めて読んだのは中学1年か2年だったな、はい、それからずっと秋山義振の俺は大ファンなんだよ、うん、もうほとんど同一人物だと俺自身は思ってる。社長と秋山義振が同一人物。俺はもう坂の上の雲に描かれている秋山義振と、はい、俺の生き方と、まあ、もう完璧にラップしてた。そうですか、うん、まあもちろん外面的には違うんだけども、全然だけど環境的には違うんだけども、俺の心の中ではもうほとんど同じ人生を歩んでると俺は思ってる。そうだったんですね。そういう人だよ。例えばどういうところでそういうふうに感じるの？やっぱり生まれてから死ぬまで自分の武士道のみを通したということだな。それ以外のものはもういろんな業績がある人なんだけども、その業績なんかはもう自分が歩もうとする武士道の前では何者でもないよな。秋山義振はもちろん自分のほとんど自慢話もしたことない人間で有名なんだけども、はい、まあ自慢話をしなかったんじゃないんだよ。武士道を通して生きることの前にはどうでもいいことだってことなんだ、はい、要はまあ俺なんかよくそれがこう分かるっていうかな、うん、そうですよね、うん、こと上げもせずに、しかも戦いの時も援軍の要請もせずに、はいはい、そうだな。それ、日露戦争っていうのは大変な苦しい戦争だったんだけども、満州派遣軍だな、日本の司令部で、これが、司馬遼太郎の本にも書いてあるけども、援軍の要請を司令部に しなかった、まあ、指揮官は秋山義振ただ一人、うん、それ以外はやっぱり戦況が苦しくなればみんな援軍を頼むわけだよ。秋山義振は一切しなかった、うん、自分の責任で戦ったのみで、で奉天海戦っていうのはそこの中心的な要にあったのが秋山主体というのが国交大という地点なんだよ。で町としては鉄嶺っていうところの資格なんだけど、そこを起点として奉天海戦っていうのはぐる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 日露両軍が遠心力で回ってたわけだよな。だから国交大を何が何でも秋山主体が死守することによって日本軍は最終的に奉天海戦に、まあ、勝つことができた、まあ、勝つっていうとちょっとおかしいけど、クロパトキンという向こうの将軍が最後に諦めて撤退したんだよ、はい、だから向こうの司令官が諦めて撤退するまで日本軍は粘り通したっていうのが正しいところだよな。その中心になったのが秋山主体を率いてた秋山義振なんだよ。で秋山義振は日本の騎兵の父と言われている人なんでね。だけど俺がまたこの国交大海戦で一番好きなのはね、秋山義振が日本の騎兵の父で、はい、日本騎兵を育て上げることに自分の命の全てをかけてたわけ、うん、これはまあその実績で最後陸軍大将までなるんだけども、その騎兵であることを捨てて戦ったんだよね。ここが偉大なところなんだよ。捨ててなんですね。捨てて自分が命を懸けた騎兵を捨てて、つまり馬を降りてってことだよ、はい、でなぜかというと、秋山国交大で秋山義振将軍の正面にいたのはあの当時世界最強と言われたロシア陸軍のコサック騎兵団なんだよ、はい、ミシチェンコ騎兵団って言ったかな。ミシチェンコ騎兵団っていう世界最強の騎兵団だった。それも最強であって、かつ数も秋山主体の何倍もあるわけで、それと対峙して、あの国交大で対峙してたわけ、秋山義振は。そこで騎兵同士で戦ったら、騎兵突撃をやったとしたら秋山主体はもう負けるに決まってるんだよ。要はだから正面から戦ったら負けるに決まってるんで、正面から戦わなかったんだよ。
この悲しみ、秋山義古のこの悲しみがわからないと秋山義古の偉大さはわからないんだよ。これは秋山義古のような武士道に生きた人間、それから騎兵というものに命を懸けた人間にとっては、馬を降りて歩兵で戦うということは死ぬより辛いことなんだよ。それを勝つために秋山義古は、だから一般社会で言うと言葉としては、名声を捨てる、名誉を捨てる、そういう華々しい名誉を捨てて最も泥にまみれた歩兵としてミシチェンコ騎兵団と対峙したわけだよ。秋山義古が騎兵を捨てたことによってコサック騎兵団は秋山に勝てなかったわけだよ。要するに防御陣地に入ったまんま、ミシチェンコ騎兵団がいくら突撃を繰り返しても防御陣地で頑張り抜いたわけだよ。だからミシチェンコ騎兵団が突撃した時に、それに向かって日本騎兵が突撃してたら一撃で負けてるわけだよ。でもそれをするために秋山義古は自分の全てをかけて騎兵を育て、自分も陸士の時からやってたわけだよ、うん、でもそれを捨てて、だから秋山義古流、また日本騎兵流に言うと逃げ隠れして、塹壕の中に逃げ隠れしてミシチェンコ騎兵団と対峙したわけだよ。だから格好は悪いわけだよ。それをやり抜いた将軍なんだよ。俺はもうこういう人が、この勇気が最も武士道的な本当の勇気だとやっぱり思うわけだよ。ここがもう大好き、世界戦史上似通っている人はほとんどいない。そうですか。もうほとんど俺が研究している選手ではほとんどいない。やっぱり人間には不可能に近いねぐらい辛いことなんだよ、だからその決断力、その勇気っていうのは日本国のためにっていうところだったんですかね。だから日本軍が勝つ、そのなんだ、日本軍が勝つまで自分がその国交大正面の、与えられた守備範囲を守り抜くために全ての名誉を捨てたわけだよ。全てをかけたわけですね。そういうことです。これがまた刻々にいろいろ細かいことがあるんだけど、日本陸軍の中でも明治以来、第二次大戦、大東亜戦争が終わるまで秋山義古と同じ勇気ある行動を取れた司令官はいませんよ。やっぱり人間ってのはどうしても名誉があるんで、それはもう突撃した方が全然格好はいいわけだから、それも捨てて、それも全部で泥にまみれて塹壕の中に隠れて、もうミシチェンコ騎兵団がいくら来ても絶対に出なかったわけ。そうやって守り抜いたわけ。それがすごいんだよ。で、騎兵がわからないとわからないんだけど、騎兵っていうのは昔の騎兵の命っていうのはナポレオン以来突撃にあるんだよ、だから騎兵突撃をするために、騎兵っていうのはもうあらゆる努力を重ね、あらゆる修練をしてくるわけだ。最後は騎兵として突撃してもう死にたいわけだよ、本当は。本当は、はい、そのために修練をしてるわけだから、この逸話っていうのは、これも本人も書いてあるけども、秋山義古がもっと若い時に陸軍大学校の教官をしたことがあるね、騎兵科の、騎兵の教授で教官だよね、で有名な話なんだけども、大学校の生徒が騎兵の本質とは何でしょうかと、秋山義古に質問するくだりがあるんだよ。で、秋山義古は有名な話なんでな、あの人はすごく無口で何にも喋らない人で有名だったんで、陸軍大学校のその窓辺に寄ってってね、その窓、ガラスの窓だよ、ガラスの窓をね、この拳でね、一撃で叩き割ったそうなんだよ。で、秋山義古の大学校の教えだよ、陸軍大学校の生徒に教えるのに、騎兵の本質とはこれだーっつってガラスを叩き割って、それだけであとは何もなかったそうだよ。そういう人なんだよ。もう本質の本質の本質ですね。もう突っ込めっていう。何が言いたいかというと、そういう破壊力、一撃の破壊力だけが騎兵の存在意義なんだよ、その騎兵の存在意義を捨てたわけだよ、で、秋山義古は何度も言うけど、一生涯日本騎兵を育てるために自分の生涯をかけた人なんだよ、その
生涯をかけた人が初めて実戦でその日本騎兵の何だろう今まで培った性能を全部出せるというところに来て馬から降りて一切馬上の戦いをしなかった。なぜかというと馬上に登ればまだ日本の騎兵は新しい騎兵で歴史的に伝統を誇る世界一の小作騎兵には勝てないと秋山義振が思ったからなんです。でもこの思うことも大変なことなんだ、はい、この思うということは秋山義振みたいな騎兵に命を懸けてる人はもう自分が死ぬよりも辛い決断なんだよ。それをずっとやり通した人だってこと。それでいて弾薬の催促もない、食料の催促もない、応援の催促もない、本部に一切の応援を頼んだことがないというさ、これで来れなかったら男じゃないですか。かっこよすぎますね。まあ、よすぎるなんていうレベルじゃないんです。すいません、俺中1で読んだけどもう死ぬほどの感動したよ俺。しびれますね。でも本当に社長の言葉を借りるならば、あの涙の方ですね本当に。まあそうだな、はい。でも日本武士道を生き抜いた人、うん、真に、はい、うん、弟とはまた全然、弟の実行とは全然生き方が違いますよね。弟の秋山実行は、はい、あの海軍の参謀だよね、あれも日本海海戦の定時戦法を暗示した有名な参謀だけど、はい、あれとは全然違う。やっぱり魂が違うから、魂が違うから、ね、同じ環境で育って同じ武士の家で育っても、うん、それだけやっぱ変わるんですね。違いが出てくるんですね。秋山実行の方は非常にもちろん2人とも頭すごくいいけど勉強家で、あの合理主義者で、うん、ものすごく科学的で合理主義だよな、はい、秋山義振は、あ、じゃあ実行は、で東郷平八郎の参謀で有名だよね。本日天気晴朗なれども波高しというあの日本海海戦の時の伝聞は秋山が作った文章だと言われてる、はい、うん、そうですね。でももう俺はあの弟の方あんまり好きじゃないね。やっぱり合理主義、主義的すぎる。なんかつまらん、つまらないなんか武士道をあまり感じないね。もちろん武士道なんだけども、武士道的なんだけども、はい、兄貴と比較すると、はい、そうですね、あまり感じない、うん、何かね自己が強いね。ああそうなんですね。うん、まあ比較だけどね、でも俺はもう義振が圧倒的に好き。でもこの義振 のさっき社長おっしゃってましたけど、その粘り強さみたいなのっていうのは、はい、やっぱり、うん、どこで培武士道ですよ。日本の武士道です。そこに集約されますね。だからもう明治維新とともに生きた人間だから、はい、日本の武士道をそのまま引き継いでて、あれは伊予の人だったよね、伊予って愛媛県でね、あの愛媛 のだから多分武士道としては葉隠れに近い。伊予ってのは甲野水軍っていうのが有名だったけども、はい、甲野水軍から来ている武士道を荒くれ者の水軍が培った武士道、うん、つまり倫理とか道徳の武士道じゃなくて真に戦い抜く本当の武士道だよ。だからつまり葉隠れ的武士道だよ、はい、これを継承している方だと俺はもう信じて疑わない。社長と似てるんですね。俺もそれ好きだから、一心同体ほとんど同じですね。俺はどっちが上かみたいなこと、うん、まあ、俺が下なんだけど、俺の方が下にこうくっついてるっていう、こういう感じだよな。そうなんですね、うん、でもあの社長は、うん、あの秋山義文の書もお持ちでいらっしゃるじゃないですか。もう当然何幅も持ってるよ、はい、あの書の字の雰囲気だと秋山義文はどういう雰囲気ですか。全くの自由人だよな。自由人、全く何にも関係ない、生まれたまんまの人で、生まれたまんま生まれ生き、はい、生まれたまんま死ぬと、こういう人だ。じゃあものすごい純粋、もちろんそうっていうことですかね、うん、そう、真のリベラルというかな、本当の自由、うん、真の自由、はい、真の生命燃焼、はい、こういうことが分かっている人だ。それがあったから捨てることもできたっていうことなんでしょうかね。あ、もちろんそうだ、自由だから、本当の自分の生涯をかけた、はい、生涯をかけたものを捨てるってことは真の自由人にしかできないことだから、自由にしかできない、うん、本当の意味の自由主義、はい、リベラル、そういうものだよね。そういうことなんで、そうですか。そうだよ。なんか秋山義振の有名な逸話で、腸チフスになっても病院に行かな
かったとか、なんか病院嫌いでとかっていう、ね、なんか逸話もあって、あの人はもう、はい、どんな怪我しようがどんな病気になるのか、病院も行かない、全部自分の責任、全部自分で治す、治んなかったら死ぬと、こういうことや。俺もほとんど行ったことないんで、同じだよな。似てますよね。健康診断も40年受けたくないんで、はい、でダメなら死ぬと、そういうことや、はい、秋山義弘もそうだよ。そうですね、俺はもうだからこうだと、はい、くっついてるわけですね。くっついてるよ。どういう同一人物だ。そうですよね。でも、秋山義弘のことを深めたかったら、はい、やはり坂の上の雲が良いでしょうか。まあ、文献としてはもうそれしかない。あとは専門文献なんで、はい、専門文献は日露戦争関係もたくさんあるけども、はい、これはつまらないよね、戦争史とかなんか学問的にそういうのを調べてる人は別だけど、はい、やっぱり文学として読みたいんなら、はい、一番はやっぱり坂の上の雲だよ。そうですか。これは永遠の名著だから、うん、坂の上の雲は兄弟で出てくるよ、3人の人ね、はい、そうですね、うん、だから俺はまあ見かけはもうこう秋山義弘とは全然違うんだけど、はい、精神的にはもうほとんど一緒だよね、うん、あの人確か明治時代で若い頃から一番好きだったのはね、福沢諭吉なんだよね、はい、で福沢諭吉っていうのは良くも悪くもね、悪い方は秋山義弘は知らないんだと思うけども、はい、良くも悪くもやっぱり真の自由、リベラル、はい、自由というものを大切にしてる人がみんな好きだった人なんだよ。あ、明治福沢諭吉のことを。そう。だからそれが誤解である場合もあるんだけど、はい、でも、はい、もう自由主義、自由民権運動とか、自由主義、そういうものを標榜してる人たちは全員一番尊敬してたのが福沢諭吉なんだよ。そうなんですね。そうなの。だから秋山義弘も、もうどうだろう、もう子供の頃から尊敬してんじゃないかな。そうですよね。自分の子供みんな慶応に入れたぐらいらしいね。ですもんね。もう軍人なのに子供は全部慶応だよ、はい、軍人で子供慶応に入れるなんて当時ないよ。やっぱりそうなんですね、うん、だからそういうのも非常に自由だよね。慶応っていう学校はもちろん戦前も自由主義の牙城で、軍人とかなんかは大嫌いな学校だから、軍人は、はい、だから秋山義弘は自分は軍人だけど子供は全部慶応に入れてる。尊敬の方が勝ったんですね、福沢諭吉に対する。だろうね、はい、それから福沢諭吉は当然尊敬してるけども、やっぱり、真の自由主義ってことや、うん、そういうことですね。それが一番重要だ。俺もそうだし、はい、社長自由ですよね。それはもうそうだよ、武士道っていうのは、はい、この世で一番自由になれる思想だから、自分の意思で死ねるってことですね。当たり前ですよ。俺はもうなんで自由かったら、はい、いつでも死ねるからだ。だって今病気の話がちょうど出たじゃない。はい、出ました。別に病気になって、治んなかったら死にゃいいんだから、そう思ってると自由だよ、はい、俺はいつ死ぬか分からんけども、はい、まあ、そのうち死ぬだろうよ、はい、でも分からんけども、はい、そんなこと気にして生きてないんで、はい、体が悪くなればもうしょうがないということだよ、うん、こんなことを聞くとあれですけど、なんかみんなに迷惑かかっちゃうかなとか思わないですかね、はい、迷惑はかけないようにしようと思うけど、はい、結果論かかるのはしょうがないね。まあこれは運命論になっちゃうけど、運命ってのはそれぞれの人が全然別だから、はい、自分の運命を真に生き切るのが人間のやることだから、一番重要なことで、ね、で俺は小学生の時から葉隠れが好きになって武士道に惚れ込んで、はい、武士道で自分の武士道で死ぬまで生きようと決意して、はい、一番良かったことは全ての社会の制約から自由になれたことだから、これはもう必ず武士道はなる。武士道っていうのは自由になるための思想だから。だから俺よく例出すんだけど、はい、どんな惨めな姿でも自分の意思だったら美学的に美しいから、はい、だから俺一つの例としてはいつも土下座とか、はい、あげてらっしゃいますね。いや、あげる、はい、雨が降ってるとこで大名行列が通る、昔だよ、と映画とかなんかで百姓町民が土下座してるじゃない、あれ惨めですよ、見てなんか媚びへつらって偉いもんに。ところがあれ武士も全員してんだよ。武士もその殿様のお姫様とか奥方とかなんかに全員雨の日でも土下座だよ。でも映画見ても分かると思うけど、武士が土下座するとものすごいかっこいいんだよ、はい、美しくて。なぜかだよ、だ自分の意思でやってるから、要はだから
極端に言うと切腹まであるけど、死ぬことすら武士道、自分の意思で死ねば死は美しいものであり、かっこいいわけだよ。かっこいいと、まあそれ、そういうふうに持っていくのが武士道なんだよ。美学ですね。全部を持っていくということだよ、はい、要は。だからここが分かんないと、俺も当然分からないで、かっこいいから武士道好きになったわけだけど、武士道を好きになったおかげでもう本当に今73歳だけど、はい、もうめっちゃくちゃにいいね、人生は。いいですか、めちゃくちゃにいい、めちゃくちゃに自由ですもんね。自由だ、自由人と、イエーイって感じですもんね。イエーイまではいかないけども、まあこのくらいだな。まあイエーイはちょっと行き過ぎなの。失礼しました。うん、要はそうだよ。そういうことなんですね。そうで、ただ、うん、本当の自由を得る一番のものは武士道葉隠にも書かれてるけど、はい、やっぱりいつでも死ねるということなんだ。そういうことですね。これ死ぬ、または損をする、挫折する、はい、損をする、不幸になる、死ねる、そういうものがない人は全部ダメなんだ。この世の掟に縛りつけるでしょ。逆に制約、秋山義雄も自由人、この人もダメでいいから、はい、不幸もいいし、はい、病気でもいい、はい、ね、で自分の力で生きてて、自分の力で生きられない時が来たら死ぬしかないわけだ、はい、その覚悟の問題、秋山義雄がその覚悟がすごいんだよ。ちょんちょんちょん、はい、もう一心同体だから、はい、ツンツンツン、はい、前からこうやってるじゃん。そうですね、うん、同じ人ですもんね。同一人物、はい、これはどうして同一人物かというと、やっぱりこの時代の人だから、やっぱりこの、まあ、真の武士の子供だから、はい、武士道が生きてた人だと思うんだよ、でこの人の中の武士道と俺の持ってる武士道が同一なんだよ。同一なんです、ね、だから全く生まれも育ちも違うけども、持って生まれた美学が同じだったから同一人物になれたという。そういうことですね。そうなんだよ。でも社長、のお好きな明治の軍人たくさんいらっしゃるじゃないですか。乃木将軍とか東郷平八郎、東郷平八郎も好きだね、乃木丸助も好きだ、はい、うん、でも秋山義振なんですね、やっぱり。あのね、だから東郷平八郎とか、はい、乃木丸助は、はい、やっぱりね、こうお父さんって感じがある。お父さん、親父、あの母っていう子、親父なんだよあれ、やっぱり。あ、上すぎる。まあ目上なんだよ。秋山義雄は違う。友達、ね、兄弟、親友、同期の桜。あ、そういう位置づけなんですね。そういうことなんだよ。同期の桜なんだよ。よくわかりました。だ、俺は同級生のつもりだ。同級生のつもり、俺は。アッキーって感じです。そうだよ、そういう雰囲気なんだよ。なぜかっていうと、やっぱりね、極端に武士道がね、貫徹がね、東郷平八郎よりも乃木丸助よりも武士道の貫徹がすごいんだと思う。そうなんですか。俺はそう思ってる。あまりにも貫徹がすごくて同一人物に俺はなれたんだと。乃木丸助も武士道は素晴らしいんだよ、はい、乃木丸助は素晴らしいのは、素晴らしいのはもう俺も大尊敬してる人なんだよ。そうですよね。それは前提として、それでも乃木丸助の武士道っていうのはね、怖いんだよ。え、道徳だ。道徳なんだよ。怖い。そうなんですか。うん、え、理論的ってことですか。理論的だしね、非常に謹厳、はい、厳粛。なるほど。で、まあこう正座、はい、このなんか乃木丸助ってだって軍服で寝てたんだよ、ずっと。え、そうなんですか。あの人死ぬまで軍服で寝てんだから。全然疲れ取れないですね。そうなんだよ。だからでも国家の軍人である以上、もう軍人として給料をもらってる以上、いついかなく真夜中に出動命令が下るかもしれないということを言って、死ぬまで軍服着て川のあれで寝てた。寝てたんですか。なんかだから俺はね、二戸稲造の武士道を感じるんだよ。つまりみんなが好きな武士道なんだけど、道徳なんだよ。で俺は山本城長が書いた葉隠の、はい、ああいう戦国の武士道、ああいうなんだろうな、本当 の戦国の武士道だよ。まあ河野水軍って言ったけど、はい、こういう、河野水軍とは要は海賊だよね。海賊が出したああいう武士道、ああいうのが好きなんで、やっぱり近いわけだよ。ちょっとこう不良性があるっていう感じでしょうかね。無頼、まあ、というね、はい、言葉で俺が言ってるけど、無頼性、無頼があるんだよ。
不良性だよ、無頼だよ、悪党だよ、あの楠木正成ですよ、あの楠木正成の武士道が葉隠れの武士道だから、要するに忠義のためなら戦い自由じゃない、自由ですね、楠木正成の戦い見てもらうと俺の話全部わかるよ、もうものすごい自由だよ、はい、大悪党、そう、はい、で最後は河野諸直の大軍に突入してって、ね、あそこの港川で死んだけども、あの港川で河野諸直の大軍に突入して死ぬ覚悟はずっとある人だからあれだけ自由だったんだよ、そうか、覚悟ですね、覚悟ですよ、俺ももうそれは一応あるつもりなんで、はい、だからもう自由ですよ、だからまあ会社経営して40年だけど、まあ社員が見ててもあのどんな苦しい病気で、まあ社員は割と命がけの病気になったり俺がしたのを知ってる人いるよね、そうですね、うん、はい、でも俺は自分の知恵で何とか治してきてる、自分の責任で治したいっていう気持ちが強いんだよ、でそれをその気持ちが強い裏にはダメだったらこれは自分でもう死ぬしかないっていうことをいつも思ってる人なんだよ、そういうことなんだ、それがなかったらできないよとても、はい、要はですね、うん、その武士道、それがだからこの秋山義振もあるわけ、あるんですね、だから調子不足になった時も病院に行かなかったわけ、はい、あれは運よく助かっただけだけども、はい、俺もそう言ったらもうほとんど運よく助かった病気ばっかだから、だからこそ秋山義振と同期の桜になれるわけだから、はい、こういう困難なことが来るのも、はい、俺が自由人だからなんだよ、はい、うん、自由であるということは、はい、自由の代償としてのあらゆる困難を宇宙から与えられるということなんだよ、だから困難がない人は生命としては宇宙的に見ると何だろう、宇宙が重要視してないということも言えるんだよ、それだけ重要視されてる人はたくさんの困難、大きな困難が来るっていうことですね、当然そうです、はい、これはどんな人の本を読んでも、やっぱり大きな人生を送った人は困難も大きいです、はい、そうですね、困難の大きさがその人の生命の価値を、まあ、測るあれになってるわけだから、だから俺なんかはそれ分かってるんで、困難があると、うん、内心は嬉しいね、やっぱり俺の生命にそれだけの価値が宇宙的に見てあるんだろうと俺は取ってるわけ、だって歴史上の人見て全部取る、確かに、じゃあ覚悟を持って、そうだな、はい、少しでも近づけるように、はい、近づく必要はないけど別にな、あれ尊敬してればいいんだよ、尊敬してるとね、はい、その人から得るものが来るから、近づこうとか思うとダメ、逆にガリになっちゃいますかね、ダメ、俺は秋山義振に近づこうと思ったことはないから、はい、そうですか、ないよ、なのだって全然違う人だもん、もうやっぱりものすごく憧れと尊敬だよ、重要ですね、だから俺は中学1年で秋山義振にもう憧れと尊敬の頂点を感じたわけだよ、はい、そうこうしてたら大親友になってしまったという結果論だよ、同期の桜まで行ってるわけだな、はい、要は分かりました、うん、だから近づこうとしたら多分ダメだったと思う、離れてきますか、ね、俺はもうこんな、うん、こんだけ偉大な業績のある人に自分が近づけるなんてもともと思ってないんで、だってもう時代も違うし、こんな苦労も、もうすることもできないし、はい、秋山義振が味わった悲しみとか苦労なんて、まあ今のこんなね時代に生まれた俺が味わえるわけがないんだから、だから近づこうなんて思ってないですよ私は、もっとこうだから尊敬心ですよ、そうですね、と憧れですよ、はい、でも今思うと何歳かで同期の桜になった時期があったということなんです、だから結果論なんだよ、はい、要は尊敬ですね、そうです、ありがとうございます、おお。